長野県道34号長野菅平線は長野県長野市の市街地から上田市の菅平高原に至る県道である長野市と菅平高原とを若ほ他を経て結ぶ路線である長野市街地の西園を走る国道19号高点を起点とし長野市街地を東に進む長野市のメインストリートである中央通り高点から長野大通り高点までの区間は 西木町通り開通と呼ばれており、沿道にはブティックなどが軒を連ねる。この区間は駐車関心活動の重点路線となっている。長野大通りを越えると、車の流れは長野駅東口方面へと続く4車線のアンダーアッパスへと向かうが、本路線はその速道である終日一方通行の街路へと進む。長野都市ガスのガスタンクを眺めつつ、 長野県内初のガードと言われる、七瀬ガードで品の鉄道北品の線をくぐる。七瀬ガードを過ぎると、1.5車線の狭さで、七瀬商店街を抜ける。この区間は時間帯により一方通行となる。七瀬商店街より先は2車線路となり、いなば、大津島の住宅街を通り抜けていく。この区間は、歩道が断続的にしかない割に、大型車の通行が多く、 歩道の整備が徐々に進められている。また緩やかに S 字カーブを描く線形となっているため、ほぼ一直線の道路に改良することが都市計画決定されている。五輪大橋有料道路を過ぎると、落合橋で千曲川、西川を一たぎにする。落合橋より先は、若穂ほかの山間を星名川に沿って進む。星名温泉を過ぎるといよいよ道は険しくなり、1.5、 車線幅となって、長野、上田市境に至る。長野、上田市境は、冬季通行止め、通年大型車通行止めとなる難所である。長野市街地の国道、県道指定の変遷落合橋の途中にある、落合橋中央交差点長野市上田市。ありがとうございます。